第1ルビー実装期待していいのか？に対するみんなの反応。ヘリオスに死を対応するお嬢様とは、一体第何ルビーお嬢様なんだ。名前のところハテナにする意味全くなくて草。ヘリオスが片思いの子だっけ？すごい美少女なのが確定してしまったけど、ラモーヌと一緒でビジュアルのハードルめっちゃ高くなりそうだな。現登場人物でヘリオスを冷たくあしらうイメージの子が誰もいないので逆にすげえ気になる。ここまで言及してるってことは許可取れたんだよな。期待していいんだよな。第2如来、第1ルビー。後半もう少し寄せた名称はなかったのか。神的な眩しさを感じてるってヘリオスってお嬢様に対してなんか重くない？華麗なる一族こと第2如来さん。特技お手ほか。何それ？原作ルビーそんなに可愛い子なの？エアグルーヴの調教助手してた人がしれっと第1ルビーはお手してくれるんですけどね笑いとか言ってた。1991年最優秀5歳牝馬、同年最優秀スプリンター。主な勝ちクラスプリンターズステークス、安田記念。お嬢出せないのかな？ヘリオス早く来て、第1ルビー連れて。名前出てなかったら確定じゃないでじよ。そうでライス、むしろ出せないから正確な容姿の描写を避けているとも言えるでライス。変な口調ザウルス。お前が言うな。文獣は確定、ってこと？実はモブ娘のジュエル一族の中に紛れてる可能性がビレゾン。ジュエリストに名を連ねる第一ルビー。オグリママのホワイトなルビーも加えてクレメンス。日大如来って似てるかなーって声に出したら思ったより似てて面白い。え？これってラモーヌというより黒船パターンの方じゃない？自分もそう感じた。現段階では許可取れてる可能性は低そう。だよなぁ、むしろ深川のソースって感じで悲しい。ブリュスクマンのごとく第二如来として登場する可能性。我が太陽は可愛いし性格いいしレース強いしで言葉が通じないの以外に嫌う理由がないキャラだからな。嫌うというか本人が極度に人見知り説はどうか。ヘリオスは気になってるけど向こうは用の者いるな、近寄らんとこ、ってなってる。反応が薄くて乗ってくれないと思ってるとか。もしくは私は華麗なる一族、孤高でなくてはならない、みたいな人か。太陽万歳。パリピ語が理解できなくて、はぁ、そうですかみたいな反応してるだけかもしれないし。レースは真面目に走らないし変な言葉遣いするしそのくせ慣れ慣れしいしなんなのこの人って思ってる超真面目優等生タイプの可能性。大仏予想、大仏。そのお嬢は KS ミラクルに続婚。でもその彼氏は最後あれという悲劇。体質弱かったのに連投させたり短期間で失踪させまくっての悲劇だからな。本来休ませるつもりだったのにマイル CS で構想しちゃったもんだからスプリンターズ S に出した結果。第二如来で不覚にもくすってなった。案外、ボカスにもちょうど良いくらいの加盟だと思う。馬ほどの巨体の蹄でお手ってどんな感じなんだろうな。踏みつぶされそう。ヘリオスは第一ルビーいないとなー。これでヘリオスより先にガチャ実装されたら笑えるんだけど。第日如来という単語がさらっと出てくるあたり、名門目白家のお嬢様味を感じる。第日如来とヘリオスじゃ並び立てないじゃん。いつでも探しているよどっかにルビーの姿を。唐突なワンモアチャンスに草生えた。旅先の店や新聞の隅にもルビーを探してそう。街でベージュのコートを見かけるとルビーの指輪を探す方じゃないのか。ターフに第一ルビーを探すのさあなたを失ってから。おっさんどころかじいさんやないか。会長が生まれた年の歌なのでセーフ。名前にゴスってことは、許可取れてないでしょ。ヘリオスの育成ストーリーにはアグネスデジタルの4番ちゃんみたいにモデルが出てこないんだろうな残念だけど。ヘリオスの育成ストーリーでも出てこなくても今後実装許可出て第1ルビー側のストーリーでヘリオスが絡んでるの見れればいいよ。予定諦めたら、そこでレース終了だぜ。そんな強いのかって第一ルビー調べたらこれまた化け物だった。ウイポで短距離マイルを蹂躙していくクソ強い牝馬だからな。ウイポだと体幹爆心王より強くて厄介まである。
多分西野フラワーさんの成果と、西野フラワー3歳の時にマイル CS が世界最強決定戦になってあっさり勝っててびっくりしたわ。そんなお嬢様とヘリオスとの愛の決勝ファーストサフィーがまた強い。トニー・ビンとのこの第一シガーは当時期待したな、懐かしい。にしても、第一シガー以外に子孫に活躍場がまるでおらんとは、ちょっと驚き。両家のお嬢様と一般人みたいな関係なんだっけ？第一ルビー父天魔刀将ボーイ、母萩野トップレディ桜花賞、エリザベス女王杯、など。大託ヘリオス父備前二式相手が悪いといえ G1 勝ちなし母ネバー一番未出走で繁殖入り。一等矢印萩野トップレディ矢印お嬢様という、ガチで競馬界で華麗なる一族と呼ばれた名品ライン。その華麗なる一族の旧高松の宮杯祖母母娘三代制覇を阻止したヘリオスさん。父東証ボーイってことはミスター CB と同父なのか、へぇ。皐月賞の前まではルドルフより評価高かったのになぁ。怒らないで聞いてくださいね。大託ヘリオス関連で大日如来に近い名前の馬って全然隠せてないじゃないですか。ここまで期待させといて出さないとか生殺しやめてくれー。この濁し方で黒船絶望的なの思い出したわ。馬娘には絶対出さないって言い切っちゃった馬主もいるし、まあ来たら嬉しいなくらいに思っとこう。一年経って見方が変わったオーナーさんもいるかもしれないし。何より現状では拒否したことを公言するメリットがあまりないような気がする。なんなら交渉中で保有にし続けた方が後々柔軟に動けるし双方にメリットありそう。個人馬主やしまだ可能性はある方だとは思うんやけどな。交渉しようにも行方不明と聞いた。不再帰コンコルド状態か。権利がどこのあるか不明が一番困るだろうな。ワンチャンの確認すらできない。ヘリオスとルビーのライバル関係はいろいろと対照的なのもいい。ごく普通の血統と華麗なる一族。生まれつき頑丈と生まれつき蹄に反で。逃げ先行で首の高い不格好な双方と差し追い込みで重心の低い綺麗な双方。どう部屋が大日如来加盟なんかね。ヘリオス矢印太陽神、大日如来矢印宇宙、太陽を司る仏だからうまいなーって。二人揃ってたら誰も近づけなさそうだけど。イカロス不可避。ならばこっちはシャカエアシャカールで行くぜ。第一ルビーを大日如来呼びするのは元ネタありそう。プラメンテみたいにヘリオスの育成シナリオに名前変えて出るのかな？できれば実装してほしいが。こうなったらヘリオスの息子とメジロダーリングも出してほしい。魅力的な子がいっぱいおるところやしかみ対応俺は待ってるぜお嬢。馬娘が大ヒットして、使用許可出してくれる馬主に対して開発が追いつかない嬉しい悲鳴状態かもしれんな。毎週土曜日に、誰でも参加できる面白馬娘杯配信もやってるのだ。ぜひ、高評価、チャンネル登録、お願いしますなのだ。最後までご視聴ありがとうございましたのだ。